どうも、こんにちは、小吉です。ですね、今日、10年かけて FPS を上手くなっていこうというですね、試みをもとやっております。はい。小吉40歳でね、下手くそなんですけど、最近、半年前ぐらいから本格的に始めましてね、携帯ゲーム機からやってたんですけれども、まあ普通の、ね、なんていうんですかね、プレイステ4とかね、僕パソコン持ってないんですよ。ダサいでしょ。ダセーですけど、まあ、クロスさんもなかなかダセーでしょ。まあ、これ気に入ってる人だったら怒られるんですけど。はい。でですね。まあ、40年かけてね。40年かけたら80歳だ。80歳の FPS プレイヤーとかなかなかいいんじゃないですかね。で、それでやっていきたいと思います。で、前回とかちょっと上げてたんですけどね。ローダーとこれか。なんかね、どうもね、正規的にこの3点バースト的なやつが得意みたいで、ちょっとね、これでちょっと、やっていこうかなって。で、前は、丁寧にこうで覗きながら歩いていくっていう方法でやってたんですけれども、ちょっと進化しまして、あ、間違えた。すぐ間違える。ちょっと進化しまして、丁寧は丁寧なんですけど、こう、覗き込まずにね、おっと、なんで分かった分かったんじゃなくて、そうしたんか。ですね。そういう感じでね。丁寧は丁寧なんですけど、こう、ADS っていうやつですかね。っていうんですかね、これ。おお、これを、極力しないように、こうやって覗かないようにしながら、丁寧にやっていこうかと思います。っていうのはね、いや、この方が早いじゃないですか、振り向くのが。で、これでこう、合わしてこう、バンバンってこう、行くような感じで、徐々に上手くなっていこうと思いましてね。はい。そういう感じでやっております。おー、敵がおったな。ね、あ、引っ込めれるよね。これ戦うか?やめとこう言いましょうね。はい。やめときましょう。なんで、で、基本、ちょっと走らないですね。あの、画面がブレて、わけわからんのでね。ちょこっとこう、歩いていきましょう。丁寧に。はい。で、ADS はしなくて、これで合わせていけ、あ、これだ。なんだ、今、下手やな。三好が今の下手なエイム。まあ、覗き込んでなかったらこんなもんですよ。こうやって行くのもいいんですけど。俺だよ。なんかこう、今はわからないんですけど、昔こう、おーっと上。おー、危ねえ。へへ。危ねえじゃねえか、これやる。お、そう、こういう感じでね、あの、ADS をしないように、出会ってからするみたいな感じでやっていこうかと思うんですよ。おっと。の方が反応が早いのかなみたいな。おっと、いっぱい寄った。あれ、下手くそなね、小吉がね、あんなところでね、混戦状態でやんなっつう話なんですけどね。はい。丁寧は丁寧です。丁寧にこう見ながら、丁寧に見ながら、こう、瞬時に合わせる癖をつけたいんですよね、こう、なんか、こう。やっぱそれが一番、おーと、だ、多分ね、これはね、ただに俺が見えてないだけなんです。なぜかって、はい。40でもう、老眼とか入ってきたんじゃないですか見えないんですよ、敵が。相手は、何もつけてないんですけど、相手は何もつけてないんですけど、勝手に俺のバッドステータスで相手にゴーストがついてるってですね。最低でしょ、ええ、で、長年こう、今からやっていってね、今目指してるのはね、見えなくても倒せる技術みたいなね、のをちょっとね、開発したいかなと思うんです。もう、FPS でこうマップ見たら、この辺にいるんだみたいな的なね。そう。盲目の戦士みたいな感じになりたいですね。俺は何を言ってると俺は何を言ってるんだって話なんですけど。おるな。
おお、ジャンプ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 、みっ俺のジャンプよけをジャンするんじゃい。あれでよくれとったらなかなかバカだ、バカバカっぽくてかっこよかったんですけどね。まあなんかこの辺にお投げとくか。え、当たったな。お、後ろからか。あとね、なんかね、このハイアラートってやつですか、こう見られてたら光るみたいな。これね、あのこれがあるおかげで結構ね、見えてなくても、おほほほほほ、ちょっと待って待って待って、いう、もうそういうのね、それでダメなんですよ。敵がそう、おおったな。こういうのね、相手も見えてるから嫌なんですけどね。これショットガンって言いましょうか。ショーツガンで行ってみましょうか。でき、出てきたら殺す的な。下手やの。お、殴、この、リロード中に殴られたな。ショットガンやめとけ。ショットガンはやめといた方がいい、俺は。おー。全然当たらん。え、なんて前から来た。俺との戦いを邪魔するんじゃい。ダーじゃねえ、ダーじゃないんですよ。お、これ足取り、お前か。お、お、危ない危ない危ない。まあよく、よかった、俺の方じゃなくて。どういうことや。仲間がいのないやつですね。おー、おったね。なるほどね。あ、とっさにね。とっさにね。わからない。まあ、でもね、一発当ててますね。あの、下手くその割に。ね、昔はね、もう、一本みたいな感じでやられてたんですけど、一発当ててますね。はい。死ぬにしても。これは、だから、あの、確実にうまくはなってるんですよ。おー、どういうこと？なぜなら、一発当ててる、あー、これこういうのダメね。あら、全弾食らいましたね。全弾命中ですよ。あの、ガンダムってわかりますかね？あー、ガンダムのアームのレイって、こう、一発も被弾しないんですけど、全弾被弾しましたよ、俺はね、今。ガンダムのアームのレイとかも古いですけどね、はい。俺も一発も被弾したくないな。ニュータイプでいきますか。おう。ね。今までこうやってやってたんですけど、ね、こう、こう、パッ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 とこういけるんでね。なんとかこれでね、下手、やっていこうかと思います。おー。お、ちょっと待って待って待って。そりゃ、やっぱり、あ、当たった、やったラッキー、死んだ。じゃあ、めぇ、見ろ。おー、なに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 、これ、見よう。かーっき、わけがわからん。わけがわからんもの置くんじゃない。あの、正吉にはね、わけがわからんもの置いてはいけません。そういうね、国際的なルールがあるんだ、ちゃんと。なぜなら、意味がわからないからです。宇宙系 FPS とか俺もほんと向いてないですから。俺、何でやられたんだって感じなんですよ。お、こうね、あとね、最近気をつけてるのは、こっち画面のレティクルの中央ばっかりこう見てたんですけど、おった。こうやってやったらやっぱ中央ばっかりに意識が行くんで、他が見れないんですよね。なんで、これでやっぱり、周りを全部目で視認していって、あー知らんな。こっち来るか。この野郎、これをくれ。おう、邪魔すんじゃねえよ。おう、邪魔すんじゃねえよってやつでしたね、今のは。はい。なかなかに、お、見事な敗北。ありがとうございます。というですね、感じでやっていきたいと思っております。
ね、出せんですけどね、なかなか。いやー、ほんと、携帯のね、FPS を、から始まってね、上げてたんですけど、最近ね、どうもね、15も死んどるな。すいませんでした。まあ、おっさんなんでね、許してもらいたい。はい。おっさんですけど、人権があるのかな。はい、許してください。はい。あのですね、まあ、一応、ね、お金出して FPS やっておりますので、はい、許してやってください。これは、無料でやってたら怒られるんですけどね。はい。一応ソフト買ってやってますんで、なんとか、笑ってやってください。で、そうですね、なんていうんですかね。まあ、そういう感じです。で、10年かけてね、50歳、40年かけて80歳 FPS プレイヤーを目指しておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。